東京米舞浜ホテルクラブリゾート時代と東京米舞浜ホテル東京米ホテル東急時代グランド日光東京米舞浜とは千葉県浦安市舞浜にあるホテルである東京ディズニーリゾート内にあり東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルの一つである2020年4月29日で前身の東京米 舞浜ホテルクラブリゾートとしての営業を終了し、大倉系列のグランド日光東京米舞浜へとリブランドし、2020年7月1日の開業した。1990年5月2日には東京米ホテル東急の名称で開業したが、2010年9月末で東急グループが持つ東急ホテルズとしての運営を終了。その後は、 東京米ホテルズの運営となり、東京米舞浜ホテルクラブリゾートに名称を変更。2014年7月より、ヒューリックの所有となったが、名称は東京米ホテルズ時代のままとなっている。その後、東急ホテルズは、近隣の浦安市日の出に東京米東急ホテルを2018年5月1日に開業している。 2020年4月28日をもって、全身の東京米舞浜ホテルクラブリゾートとしての営業を終了し、同年5月より、グランド日光東京米舞浜として、リブランドして開業する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により4月1日から6月の末まで休館となり、当初より2ヶ月遅れの同年7月1日より、開業となった。 南欧をイメージコンセプトにした都市型リゾートホテルである。ヒルトン東京米と東京米、マイハマホテルの間に位置する。世界的な環境管理システムの認証である ISO14001 を取得しており、環境問題にも取り組んでいる。東京米マイハマホテルクラブリゾートの経営会社であった株式会社東京米ホテルズと東京米、 舞浜ホテルを経営、運営する、株式会社東京米、舞イホテル、東京米舞イホテルファーストリゾートを運営する、株式会社ファーストリゾートはグループ会社。したがって、同グループが経営するホテルが隣接していた。東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルで、最大級の宴会施設がある。日光フロアの宿泊者は宿泊者用のラウンジが利用、可能である。 なお、舞浜駅発のディズニーリゾートクルーザーは、当ホテルの系列ホテルである、ホテルオークラ東京米にも一部時間帯乗り入れている。ありがとうございます。